あ、スリッパ平気ですか？すごい冷たいから。あ、ゆきさんも履いてください。私は大丈夫です。いや、ダメですよ冷えちゃう足元から。写真いや、本当にね、ちゃんと用意しとけって話なんですけど昨日の夜、あっとか持って会場にピンキで出してそうだ、これちょっと違うやつだ、うん、でも同じですよね。こっちは何だっけ、あれこれインスタントカメラ、そうそうチェキ、そうそうそうチェキとそうチェキチェキチェキ、うん、そうなんです、先生に会見を言ってほしくて本当に声が別人別人28号なんです。私の FM で撮ってる写真はね、なぜか出てこない。あれでもあれ、あこれ京都全部西東京でしょ。あ、本当だ、うん、全部西東京なんだ。最初はあのほら一月おきに交代にして、うんうんうん、はい、先生だけで喋る月と、そうだお二人の対談をテレコにしてたんだけど、もうずっとお二人で、うん、真由美先生がお話しできるボリュームがだんだんね、やっぱり、うんうんうん、変わってきたっていうのもあって、うんうんうん、手術お入りになるのを見送っていきなり面識のない内海先生に電話かけて先生と繋ぐからっておっしゃってくださってね、うん、それがなかったで電話かけて出てくださったんだけど、え、うん、何それみたいにもう先生びっくりした。先生の講演会にも父が絶対行くって言って行って我慢できなくなってみんなの前でいいですかみたいなことは多分言ったと思うんですけど、それは連れてこられた時ですね。そうですそうです、それはすごい覚えてるんだ、うん、どっかの会社の会長が来たと思ってもうこいつ、もうそうそうそう妙に拒否られてると思ってあっちはあんまりその自分からお願いって言ったりしないのにね、その先生と番組したいなっていうふうに言ったのはよっぽどだったんだろうなって思う、うん、何枚かこう写真がありますけど嬉しそうなね、えもうこのお写真もそうですけど、うん、親子って言ってます、うん、親子よりは多分離れてます。うちの父が医者になった時も生まれた、そう開業したのが1974年で、うん、その年に先生が生まれてらっしゃる、うん、本当に常に人、うんうんうん、哺乳類動物としてっていうところで、うんうんうん、そこに病名関係なくないっていう話が、うん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 、我が家では普通だったから、はい、先住民の食べ方とかさ生活とかはさ、まあ、それで彼らにどんな病気があるんだって言った時に、うん、我々になる病気はないので、うん、昔池田誠二さんがこの世を救いたかったら今すぐ人間が息を止めるべきだって言ってて、そうそう、それを死にそんなこと言ってたんだよ、さら、うん、そうだね、うん、中でもアメリカ人と日本人が一番最初に息止めたらねって言ってなるほどねって進行役はからき、そうそうそう、でも質問していただいて、テーマは決まってましたし、まあちょっとアンケート取ったり番組的にねこういうこと話していただきたいっていうのをあげましたけど打ち合わせも しましたけど、そのままに進まないですし、そうそうそうライブですよね、なんか完全に先生方のお話を伺って、うん、あらそっち行くんだみたいな、そしたら私も、ね、いけないなと思ったけど撮っといた、私も結構書いてる時期あったけどちょっと恥ずかしい。いやでもね、作家とかそういうなんかアーティストの人ってみんなこういうのやっぱりなんか自分の証はね残ってて、そういうのを美術館とかに飾ってあるといいなとかと思って、お写真結構若い
すごい若い。50代ですね。その先生に見てもらいたかった。あ、骨がこんなになっちゃうよみたいな。こんなの見てもあの患者さんの方はだから何なのよ、直してよっていうふうに来るんで、この文字が入り込むまでにはすごい時間がかかったけど、まあ嫌いな人たくさんいたから、あら父が嫌われるっていうことはよくあったし、なんだろう、あだからそれこそそんなやぶ医者とかもう二度と行かないとか、だって直してくれない、何行って話を聞いてもらえないわけじゃないですか。うん、あその話を聞く前にあなたがかあの気づかなきゃいけないでしょっていうことを徹底的にやられるから、もうこんなとこ二度と来ないっていう人はたくさんいたわけで、でも。そこはね、父の責任ではないというか、うん、父は誰に対しても変わらなかったから、うん、新聞社が砂糖漬けは欲求不満って書いてあるんですよね。そういうのを見て、ね、気づいてくれる人もいればふーんっていう人もいるんでしょ、うん、売れそうになってみんなが見てくれるから反対って言うとか、ね、そういう思想でやってないもん、うん、売れない時からやってるんだよ。そんなこと言ないですからね、うん、さますますさますますマイナーなんだからますます嫌われるじゃん、うん、好かれるためにやってるんじゃないんだよ。今の人たちはみんな反対論というか、うん、アンチ行動っていうのは人気取りのためにやってるよ、うんうん、それが非常に私にとってはバカなんじゃねえのと思うんだけど、この人本当そう関係ないと思うんだよね。だからその意味がやっぱその点がすごいなと思いますね私は。